こんにちはりょうですそれでは今日も原曲勉強していきたいと思います。今日のテーマはこれですね。学長が父から教わった子供の教育方法3選と。こういうテーマで話をしていきたいと思います。質問をいただきました。学長は子供の頃、両親からどのような育てられ方をしましたかまた、学長が親になったらどのような教育で子供を育てますかっていうね。もう本当にたくさんいただく質問なんですね。なんで今日は子供の教育っていうのをテーマに話していきたいと思います。 でまず前提ですね、この話の。ここをしっかりすり合わせておきたいです。一、えー、つ目、今回の教育方針のゴールですね。子供にどんな力を身につけてほしいかと。ここをはっきりさせておかないと動画の趣旨もブレブレになってしまいますので、定義したいと思います。自分自身で人生の課題を乗り越えて、自分の力で生き抜いていける人。そのための考える力と行動力を身につけてもらうっていうね、これをゴールにしましょうと。 で激動の時代でどんな困難にも自分自身の力で乗り越えていける人になってもらうそのために必要な力を身につけてもらうってことを教育方針としましょう。 で、二つ目、この教育方針が正解っていうはもう全くないですと。僕自身は子供を持ったことがありません。ただ、子供の頃、特に父親から、こういった教育方針であなたを育ててるんだよって、こういった話はよくされたんですね。お兄ちゃんの時はこうして、ここが親として良くなかったから、お前の時にはこうしてるよと。そうしたらどうなったのかっていうね、振り返りと改善も聞かされてたんですね。 で、子供を育てたこともない学長が何を偉そうにっていうね、こういった声もあるかもしれないんですけど、子供でも大人でも人の教育の本質は同じだと思ってます。僕自身20年以上の会社経営の中で、グッドマネジメント総合研究所、第三者目線で会社評価をしている外部機関なんですけど、ここの会社の調査結果で社員満足度1位いただいてます。少人数の会社の中では累計ダントツ1位で、その後も記録は更新されてないんですね。なんで、親としては素人でも、人を育てるってことに関しては多少経験年数が がありますそもそも教育に正解なんてないと思っててただ父の教育方針は小さい頃から聞かされて色濃く残ってますんで僕自身は決して裕福な家庭でもないし人に誇れるような華々しい道だけを歩んできてるわけじゃないんですねただ皆さんがそれはいいなってこの話の中で思ったことがもしあればその中でね一部でも取り入れていただければと今回解説することにしましたということでね、えー、結論と解説いきましょう教育方針その1と親が子どもの課題を先に解決しないってことですね 父はね、よくこれを言ってました。子供は課題に当たった時、そこから自分で考える力が身につくと。親は子供が可愛いから先に問題を解決してしまう。すぐに答えを上げてしまう。でも、これは良くないんだと。どうすれば成功するのか。失敗から自身で考えさせることが大切と。致命傷だけ避ければ OK なんだよって、これをね、よく言ってましたで。僕自身も会社経営においてここは生かしてて、ああした方がいいよ、こうした方がいいよって、社員に口を出しすぎてる時ほど、あんまりね、社員って育たないんですね。 このプロジェクト失敗するだろうなって思ってても実際失敗させてみると。その上で社員自身に振り返りをしてもらった時の方が非常にね、よく成長してくれました。会社が倒産してしまうみたいなね、そういった致命傷だけ避ければ OK と。で、父がよく言ってたことに課題を解決しない、物を与えすぎない、ここがすごく大事だと。これはね、本当によく言ってました。子供に物を与えすぎないと。 兄の場合長男だったんでね可愛かったんでもう欲しいもの欲しいって言ったらなるべく買ってあげたそうですでもこれは親の失敗だったって反省してました何か欲しいものを実現したいことがある時誰かに頼るっていう手段ばっかり覚えてしまうからですねそして一回壁に当たっただけでへこたれてしまうとボクサーと一緒で多少打たれ強くなっといた方がねいいなんてそんな話もしてました おかげで、えー、僕の時にはね、もう物を全然買ってもらえなかったんですね。一回目に例えばゲームが欲しいって言うと、あかんって返ってくるわけですね。父曰く、一回あかんって言われて諦めるんだったら、その程度の思いだったんだよと、本当に欲しくはなかったものなんだって言ってね、ダメな理由ですね。ヒントはこうしてくれてるわけですね。で、子供心ながらに最初はわからないんですけど、考えるわけですね。一回言ってあかんって言われて、ダメなんだったら、じゃあもう一回言いに行ってみようかな、みたいな。もう一回言いに行ってみたら、 これでね、話が通ったんですね。わかった。買ってあげようってことで。これまた成功体験になります。で、また欲しいものができるとしますと、1回目あかんって言われると。で、後日2回目行って、それもダメだって言われると。そうするとね、2回目言われると、あ、今回はほんまにダメなのかもな、あかんのかもなってで。でもね、もう1回だけ頼んでみようかなって、また後日ね、3回目言いに行ったら、わかった。そんな感じあ、3回目は通ったんだと。 でじゃあ4回目5回目6回目でどんどん言っていかないといけないのかっていうとだんだんと次から次に課題が出てくるわけですね、えー、例えばこれは何で欲しいんだとか手に入れるためにじゃあどこまで努力したのかとか何かじゃあこうしたら買って欲しいなんて言いに行くとあ俺は交換条件っていうのはあんまり好きじゃないんだと どうしたら首を縦に振るかっていうのを考えなさいっていうのでね、よく課題を出されたんですね。で、これの例を出しましょう。小学校4年生ぐらいの努力の例として、ゲーム機が欲しかったんですね。3万円ぐらい当時したと思うんですけど。で、これお年玉足しても買えないんですね。なんでどうしようって考えた時に、自分自身で稼ぐということができないですから、小学生なんで。近所の親戚巡りするわけですね。少しお小遣いもらえるかもしれへんなとか思ってね。そうすると親戚を巡ったりすると、500円ずつもらったり、まあ1000円もらったりとかね、できるわけです。でも足りないんですね。 で近くに親戚がやってるね、瓶工場があったんですね。で、何か仕事ないですかって聞きに行ったんですよ。そうすると時給700円で雇ってくれました。まあ、理屈上はね、子供は働けないからと。手伝ったら、おっちゃんがお小遣いとしてあげるわってことでね、お小遣いとしてね、700円くれたんですけど。 で、それでも足りないから父に頼みに行ったんですね。あのーと、ここまでやるだけやったんですけども、ちょっとどないか残りどうにもなからなかったんで、なんとかなりませんやろか、みたいな。<laughs> まあ、もうちょっとまともにね、なんとかしてもらえへんかな、っていうので言うんですけどね。<laughs> まあ、そうすると笑いながらね、よしと、そこまでやったのかと。じゃあ、努力したから買ってあげようって。まあ、こんな感じですね。結構昭和な父親だったんで。今とかでもね、ビジネスをやっていく上でも、ないないないものづくしの中でどうしたら相手にメリットを提示できるのかっていう、そういうのを考えるっていう根っこの力には、これはなって できているかなと思います まあ、とにかく子供が自分で考える機会を増やすんだと。親が答えをあげないということをね、よく言ってました。でも、本当のピンチの時とか、致命傷になりそうな、これだけは避けるんだと。例えば、喧嘩をしてね、相手の親が出てきてしまってとか、えー、自分では解決できない時とか、かこういう時は、もちろん親として謝るところは全力で謝って、でも全力でね、守ってくれました。これはほっといたらいいのかっていうと、放置とは違うんだってことをよく言ってましたね。ちゃんと字の通りしっかり見てることが大事なんだと。木の上に立ってみると書いて親っていう字 になるんだとだからえ、ちゃんと見守るっていうのが大事なんだって、そんなことよく言ってました。いざという時は守るんだけど、答えをあげるわけじゃないってね、これが大事なんだよっていうのをよく聞かされましたね。2つ目ですね、教育方針に絶対的な存在を肯定すると、存在を肯定するってどういうことかっていうと、君はこのように存在してくれてるだけで素晴らしいんだっていうことを伝えるってことですね、ここめちゃくちゃ大事なところですね、家庭が安心できる居場所になるっていうのが子どもにとってめちゃくちゃ大事なんですね。 無償の愛って言葉がありますよね。一切自分への見返りを求めない。時として自分が犠牲になれる。気持ちが冷めたりすることなく愛し続けられると。これなかなか恋愛関係だったら難しかったりするわけですね。顔が好みじゃない、スタイルが好みじゃないとか、年収が足りない、資産が足りないとか、身長が足りない、性格が気に入らないとか、えー、最近優しくなくなってきたみたいなね。まあ何があっても全部ひっくるめて愛せよなんていうのは、なかなかね、恋愛においては難しかったりしますよね。 そもそも、無償の愛っていうのは、キリスト教では神の見業だそうです。神様は無限の愛において人間を愛していると。無償の愛を与えられるのは神様だけとの、ね、ことです。キリスト教においてはですけどね。で、僕の友人に、親の勧めでキリスト教教育の高校に入学した友人がいるんですね。彼は別にキリスト教徒ではないので、牧師様のありがたい聖書の授業で熱心にジャンプを読んでたらしいです。で、それがバレて、牧師様がジャンプを取り上げて一言。 私はこの不届き者を愛せませんが、神は、神だけはこのような生徒ですら愛してくださるのですって言ってね、そこで居眠りしている彼も、今日遅刻してきた彼も、みんな愛してくださるのですって言ってね、えー、生徒がおーみたいな感じだったそうです。ちなみにその時の授業のテーマは、無償の愛っていうね、 で僕自身はね、そういう意味では、本当に親から無償の愛を受けて育ったと思います。何ができても、何ができなくっても、そのままでいいんだっていう絶対的な肯定をしてもらったと。特に母親は愛の人なんで、絶対的な存在の肯定があったんですね。あまり否定された記憶がないですね。そうなると、自分はここにいていいんだと。 子供にとってこれが非常に大事なわけです。子供からすると根っこのところで絶対的な安心できる場所になると。えー、父にももしお前が何か失敗したとしてもそれは親が責任を取ると。それが親だからと。あんまり心配せんと好きにやりなさいってね。よくこんなこと言われました。 犯罪を犯した家族が一家離散になったニュースをちょうど見てた時に、父がね、僕に言ったんですね。一つだけ伝えておきたいことがあるから覚えておきなさいと。今後、もしお前が仮に何をしでかしたとしても、お前は俺の息子だと。それだけは覚えておけって言ってね。じゃあパチンコ行ってくるって言ってね、えー、出てきましたけど、パチンコ行くんかいみたいなね。まあ、とにかく、自分はいける、大丈夫だ。根拠のない自信なんだけど、人より早く飛び込める行動力の根っこになるわけですね。 だから成功者とかの人たちに聞いたらなんとなく自信持ってる人とか結構多いと思うんですよ。根拠のない自信って結構大事かなと思ってて。とにかくそういった根拠のない自信でも何でも絶対的な工程があることによって人より早く飛び込める行動力の根っこになると。ということで人より行動できる人はどうなるかっていうと、それは成功に近いですね。行動力が大事なんてよく言ってますよね。それから教育方針3つ目。得意を見つけて褒めると。 父がよく言ってた中に、子供の得意を見つけてあげるのが親の仕事の一つってよく言ってました。生まれ月が子供の成長に影響を与えるっていう話をしたいんですけど、日本の公教育は個性を伸ばすっていうよりは、みんなと同じようにすることに重きが置かれてますよね。家庭主義より原点主義で、間違えないこと、失敗しないことが何より大切と。 90点とか取ってもなんかあとちょっとで100点やのにとかどうしてもそ取れてない10点の方に目が行ったりしますよね。90点取れてるだけでも実はすごいことなんですけどね。そんな中で得意にフォーカスしてくれるっていうのは非常にありがたいですよね。子供にとって自信っていうのは非常に大きな成長のエンジンになるからです。ちょっと考えてみてほしいんですけど、2020年4月に生まれた子と2021年3月に生まれた子、早生まれの子は同じ学年の生徒になりますよね。僕自身は早生まれなんですけど。 4月に生まれた子は早生まれの子よりも1年分体が成長していて大きくて運動もできるしその分頭もいいことって多いですよね。 僕は友達よりも強くて勉強ができるっていうそういう自信を深めた子供は運動とか勉強により貪欲になっていくっていうそういうね教育心理学の世界では生まれつきの差がその後の子どもの成長に大きな影響を与えるってことが分かってるんですねだから海外ではね結構教育熱心な親特に富裕層はあえて入学年齢を遅らせることもするらしいですここういうい妄想を皆さんんしたことありませんか 今の身体能力、頭脳のまま小学生にもし戻ったらもう無双できるやん、無敵やんみたいな。イメージとしてはこれみたいなものです。周りが弱いのに自分だけ強かったら自信が持てると。逆に周りが強くて自分だけ弱かったら自信を失ってしまう。6歳と7歳のこの1年の差っていうのは意外に大きいわけですね。40歳と41歳のおじさんの1年とはわけが違うわけですね。この辺なできたらもう1年あんまり関係なくなってきますけどね。ちょっと話がそれましたけど、子供の成長のエンジンになるのは自信だってことです。 だから得意を褒めるっていうのは自信をつけさせてあげることに他ならないと自信がついた子は自発的に好奇心を失わずどんどんいろんなものに取り組むようになるとできないこととか苦手なことにフォーカスされて苦しい時間を過ごすんじゃなくって得意を見つけてもらって褒めてもらえたのは自分の成長に大きく影響したと思いますで父はね得意は逃げ道にもなるんだってよく言ってました 根拠のない自信でいいから、子供の得意を見つけてあげれたら、何かあった時にそれが子供の逃げ道になると。人間自信をなくして、逃げ道がなくなった時に良くないことが起きる。 何か一個好きとか得意だっていうのを見つけてあげれたら学校でいじめがあったりとかね辛いことがあっても人間へこたれにくいし潰れにくいそんなことを話ししてましたねえちなみに僕の子供の頃の得意は何だったかっていうとよく褒められたこと何だったかっていうと行動力なんですねえお前は行動力があるってよく褒められました三つ子の魂100までですよね今も行動力のところで食べてるところありますけどあと話の要点をつかむのが上手とかもねよく褒めてくれましたね で、もう一つ、父からの最後の教えで、自分の信念を持って生きてほしいってね、だいぶ高校生ぐらいの時になったら言ってましたね。よくこんな風に言われました。今は信念なんて言われても難しいと思うけど、それは自分が生きていく中で、たくさん失敗もする中で、そのうち出てくるから、いつかブレない自分だけの心を持ちなさいと。自分はこう生きるんだって一本心の通った人になりなさいと。それが他人の人生を生きずに自分の人生を生きることになるってね。まあそんなこと言ってくれましたね。っていうところでまとめに行きましょう。 えー、学長が父から教わった教育方法を参戦と。一つ目、親が子供の課題を先に解決しないと。でも、致命傷だけは避ける。放置じゃないんだよってことですね。絶対的な存在を肯定すると、えー。存在してるだけであなたは価値があるんだよっていうのを伝えるってことですね。失敗したっていいんだよと。何をしてもしなくても、あなたはあなただけの特別な存在で大事な存在なんだよってことですね。三つ目、得意を見つけて褒めると。それが子供の成長エンジンでもあり、逃げ道にもなるからと。 父からのお金の教育については、僕の親ではないんですけど、こちらの方のね、教えも結構僕好きです。マイハピーさんって方がいらっしゃるんですけど、このマイハピーさんのその父のね、教えっていうのがお金の教育すごく面白いんで、ぜひ見てみてほしいと思います。で、こちらの動画も参考にしてみてほしいなと思います。学長は幼少期どんな教育を受けてきたのかと、今日の話とかぶるところは多いにあるんですけど、まあ、もう少しね、細かい話とかもしたりしてますんでね、参考になればと思います。以上、参考になれば嬉しいです。今日が人生で一番若い日です。 今日伝えたことは今の僕に大きく影響を与えたと思いますが、今日の動画の内容が完璧だなんていうつもりはもう全くありません。一人一人に合った教育とかもっと上手な方法もたくさんあると思うんですね。そんな中で一つでもいいなと思った部分は取り入れてみてもらえると嬉しいです。自分は何があっても大丈夫だって、こういう自信と考える力と行動力、身につけたらどんな厳しい時代が来ても生き抜いていけると思います。子供だけじゃなく全ての人に伝えていきたいところですね。どんな状況からでも人生は良くしていけるんだよと。 たった一度のあなただけの人生で今日が一番若い日だからってことで、えー、今日の動画がね皆さんのヒントになれば嬉しいですっていうところでこれからもしっかり学んで行動して自由の道歩んでいきましょう終わりたいと思います今日もありがとうございましたそれでは今日もいい一日を